この、なんて書いてあるか。さもありぬべき。おー、これも復習だ。ちゃんとやってみようか。ぬうべきのセット、せーのさん。このぬうべきのセットは教員セットです。きっとそうあるべきとでも取ってください。きっとそうあるべきところで立ち聞きたも。そうあるべきところってどういうところ？簡単に言えば A さんがいるとはわからないようなそういうところで、例えばこの部屋で会話してるとしたら、どうだ、ここら辺にね、こうやってこういうふうな感じなんでしょう。はい、続けていきます。どうぞ。はい、じゃあこれはもう小倉さんダブルでいきましょう。なのめならず、緑でチェックです。これはもうもろこの単語を聞いてくる問題でした。なのめならず、どういう意味ですか？普通ではない、何一通りではないという意味です。もう一つ、縁という言葉、これはね、僕たちも縁がある男になりたいね、もしくは妖艶な女性になってほしい。縁、色っぽいって意味です。イケメンとかかっこいいとか、それでもいいですよ。縁という言葉、後で漢字で調べてみてください。縁、つまり何て言ってるか、何一通りでないイケメンがいると、何一通りではないイケメンがいると、おっていう、なんか知んないけど、ここにね、めんどくさいから男、まあね、今 A さんがね、ちょっとこう覗いてるわけですよ。なんか知んないけど男がいいな、あ、かっこいいな、あ、これはちょっと普通じゃないなっていうような男がやったんでしょうね。はい、選択肢見てみましょう。1番の2、斜めならず縁ある男。まずは斜めならずが何一通りでないというふうに言っているもの。例えば、4番なんかは何一通りでないし、2番なんかも普通ではないと言ってますので、2番も候補になりそうです。もちろん1、3、5はこの瞬間はめます。そして縁という言葉は色っぽい、かっこいいという意味合いになりますから、じゃあクリコ、このイの答え、2、4だったらどっちが答えになるでしょう？はい、何一通りでなく美しい男、4番が選ばれるはずです。大丈夫かな、okay？ はい、どんどん行こうよ。はい、はい、白なる、はい、白なる、はい、続いて、誰ならんと曲がるべき人の支配ならず。まず曲がるという言葉、これは間違えるという意味です。誰なんだろうと間違えるべき人の気配ならぬ。はい、もう一応聞いとくよ。勝俣、このぬの意味はですよね。誰なんだろうって間違える様子ではないということは、もっとわかりやすく言えば、お前だーっていうふうに言えるってことですよね。お前だーって言えるわけですよね。誰なんでしょう。続けてどうぞ。人珍しくて、この技術は必ず突破くらいよりお前に。はい、どうもありがとう。いくね。まず、お前だーっていう風になっている。じゃあ、このお前だーが誰なのかってことなんですよ。僕たちはもうリード文読んでるから知ってるじゃん。リード文読んでるから知ってるじゃん。久美子、なんか知んないけど A が覗いてた。お、イケメンが、お、波一通りでないイケメン。わーこれ誰？ B ですよね。で、今どういうことを言っているかというとね、意図珍しくて、おお素晴らしいねって感じになってるわけですね。意図珍しく緑でチェックするね。そしてこの木には丸をつけて B になるわけだよね。この木にでさえかかづらいよりたまえにけん、あB さんも寄ってくるのねっていう感じなんですか。 B さんもこの家に立ち寄るんだね。どういうことなんですかね。だってさ、女がいるはずなんだよ。でも目撃したのは男だよ。何が言いたいだろうね。この先読むともっと分かってくると思いますよ。もうちょっと読みましょうか。はい、に表しつるからいきましょうか。に表しつるでしたと、はい、表しつる、表す、緑にチェックしてください。表すっていうのははっきりさせるとか、もしくは露見するってことですよね。露見するってことですよね。つまり何が言いたいかっていうと、 A さんはね、なんか知んないけどその B さんの秘密を見てたんですね。映像見てたんですね。あいつ、あ、いたよって感じになってるんですね。あ、ごめん、多分聖路さんが乗ってないから、もう結論言いますよ。女いるんですよ。女いるんです。 B と女が密会してるところを A さんは見
見たはずなんです。あいつ、あいつと付き合ってんだ、カッ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 って感じになってるんです。しかもその女はただの女ではないんです。それはその時よく分かります。はい、続けていきましょうか。心騒ぎに持ってられるまで覚えたまいつ。もちろんこう、なんか心騒ぎしてるのは A ですよ。つまりこんな感じですね。うわ、あいつもかーって感じなんですね。言葉になってません、ごめんなさい。続けていきましょう。はい、で逆三角。もちろんういちゃん、さっきもやったけど、この出る意味はですから、書くと聞こえでっていうのはこのようだと言わないでって感じですね。このようだと言わないで帰らんことはっていうことですよね。このようだってどういうことか、お前女と会ってたからっていうことで、言わないで帰るのは念を念なく悔しく覚えたもん。それはちょっと悔しいなとね。いいもんみー、およちゃん、いいもんみーちゃったって感じだったですね。あ、いいくん、君は、あ、この女のちゅっちゃしてるんだねと。へんへん、俺見ちゃったよ。へえ、その女が女でね、大変なんですよ。もうちょっと待ってください。続けて、さらに寝ばかり、朝ばかりと朝ばかり糸の話し、ポチポチを寝るつく。糸の位置を見るようにチェックします。糸間というのは暇ですから、暇がない、糸間なき、心が忙しい状況で、もう早く言いたいんでしょうね。お前だーっていうような感じで言いたいんでしょうね。言いたいんでしょうね。はい、で、糸のなきに恩心地を念じつつ、念ずはもちろん、くみこ、念ずってどういう意味？はい、小倉さん、我慢する、もう言いたいんです、言いたいんです、お前っていうふうに言いたいんですけど、それを我慢するんですね。我慢して、いやいや、夜深くなるまで立ち聞き構えば、お、A も頑張ってるね、ずーっと聞いてるわけですね。はい、続けて、で、夜深くなるまで立ち聞き構えば、X の隣の行です。はい、この例の女方、大事です。丸をつけてミートしてください。はい、この女っていうのはいいです。で、集を見てください。面白いことに気づきます。例の女方、こ、そちの宮の姫君、つまり死んだ D さんの娘だって書いてあります。で、その後何て書いてあるかっていうと、何せ聞いてください。かつて大将もこの姫君のもとに通っていた。わかります、わかります、皆さん、こういうのを何兄弟っていうか知ってますか。もうこれ以上言わないようなことね。わあ、ですよ。わあ、お前、あ、お前も引っかかったのか、こんなに感じになってるわけですよ。お前はあの女に引っかかったの、ううそれを言いたいんですよ。お前も同じっていう、そういうことを言いたいんですね。決してこれは浮気だとか浮気じゃないっていうことは分かっていただけますよね。だってかつてって書いてあるんですから、過去形ですもんね。昔付き合ってた、だから今は関係切れてるでしょ。 A と E はね。で、 B がなんか知んないけど自分と同じ女に引っかかってる、バーカ的なこと言いたいじゃないですか。今日はあと笑い声、あと20回ぐらい作ると思います。はい、続けて、これ全然意味わかりませんでしたよね。全然意味わかんないから、とりあえず丸っこ閉じて飛ばします。で、実は僕たちはこういうことを知ってます。ね、僕たちはその逆説になる文字っていうのはいろいろあるんだよと。棒とか、ね、あと物を、こう、棒でつくやつっていうのは逆説になる可能性があるんですね。物をも逆説ですよね。そういうことなので、ちなみにこの棒を逆説、逆三角をつけて置いておくと、実はこの括弧の中身もわかるんですよ。その後、男、見てみましょうか。男。では、続けてどうぞ。男は、元より一度かりそめなり、決心で。はい、かりそめなり、緑でチェックをしていきます。これは、かりそめという言葉が分かれば終わった問題です。カナゴやってみようか。かりそめってどういう意味？嘘。いいね。まあ、その通りだ。まあ、もうちょっとちゃんと訳すと、一時的って意味合いになりますね。かりそめの世の中。ね、君たちが生きているこの世の中も一時的なものじゃないかっていうのは仏法思想。
一時的なもの。ね、わかりますよね。何が一時的かってわかります？はい、そうです、そうです、そうです。B と E の関係について、B が一時的なものだと。もっとわかりやすく言うよね。もっとわかりやすく言うよね。俺、お前とは浮気ですよ。って言ってるんです。その上に O で繋がってるんですよ。O で繋がってるんです。じゃあ、B は、E は B に対して、どんな気持ちで交際を続けているか、なんとなくわかるでしょう。その通り。E はマジ、B は浮気って感じなんです。いい感じ！ねえ。そう。E さんは B さんに本気でね、なんかもう切ない恋心を歌ってるのに対して、B は浮気なんです。ここで言ってるんです。浮気なんです。元よりのよりという言葉、コロンで出てくるよりはからにする。これはもう最初に教えたこと。だから、初めから浮気です。気持ち悪かんなよ。はい、うんって言いましょう。元よりと仮初めなる景色にて。はい、もちろんもう答え分かっちゃいましたよね。じゃあ、金岡すみません。23番、このうの答えをどうぞ。5番です。はい、初めからあまり真剣ではないよ、すね。って感じになるわけですね。はい、そんな2人の様子を A がじーっと覗いてるんですね。いい感じですね。いいですね。はい、続けていきましょう。物の頼りかからお願いします。物の頼りか、もし推しはそして私がここへ戻って A に大人の上に見てる言葉は聞こえる。ここだけの店に聞いとこうか。意図、言葉は聞こえず、言葉は聞こえてないっつってます。第一、今誰がその言葉聞こえてないって言いたいんだろう。そうですね、 A は今必死で B と E の会話をこうやってね全然聞こえないっていうような感じでこう聞いてるんだってことなんでしょうね。はい、入れたまえなんとするなるべし。はい、誰が今から出ていこうとしてますか。アライチ、そうです、これは B のはずなんですね。入れたまえ、線引いて BB がもうね、女の前から姿を消そうとしています。なるべし、今少し走なる、少し離る心地して、女、丸をつけていい。さあ、E の歌を見てみましょう。いきます。E の歌はこう書いてありました。A と書いてありますね。ちょっとスラッシュしながらやってみましょうか。じゃあ、読んでください。どうぞ。わかるけど、タグイモアラジさ。タグイモアラジさでスラッシュかな。タグイモアラジさ。夜。はい。より先の心尽くします。まず心尽くしという言葉が愛情だという意味だっていうことを知っている人がいるかどうかわからないんだけど、心尽くしって愛情って意味なんですね。心尽くしって愛情って意味なんです。で、そうするとね、こう言ってるんです。別れるけど類もない、比べることができないって言ってるわけですね。何言ってるか全然わからないね。ただこう言ってます。夜深き鳥より先の心尽くしは、夜深き鳥、夜が深くなったらその次は朝ですよね。朝に鳴く鳥といえば鶏。そうです。この鶏、実は恋愛をする2人にとっては非常に重要な動物です。なんでわかりますね。24時間四六時中自由恋愛ではなかった平安時代、男と女がイチャついていいのは夜だけ。それは今もそうかもしれませんね。24時間別宅化されてもですね、はっ、ってなっちゃいますもんね。はい、ですから朝になったらもう二人は離れ離れになる。その朝を告げる鳥というのは鶏なんです。だから普通であれば朝まで一緒にいるのが、まあマジ対マジの恋愛のね、あれなわけですよ。まあ失礼なわけですよ。にもかかわらず B 君ね、E さんは言ってるわけだ。 B 君、君朝日の前に帰ろうとしてるね。どういうことって言ってるわけですね。あんた朝日の前に帰ろうとしてるね。それってどういうことなんですかっていうふうに言ってるわけです。あなたの愛情はどういうものなんですかって言ってるんですよ。わかります。あんたちょっと帰るの早すぎはしないかいって言ってるわけです。大丈夫、なんか上ちゃんのも引いてきてる。もっともっと来て、もっと来て、もっと来て、もっと来て。はい、続けていきましょう。どうぞ。誠に